バークスレール空軍基地は、ルイジアナ州ボージャーシティに位置するアメリカ空軍の基地で、ある。アメリカ空軍の核戦力を統括する地球規模攻撃軍団の司令部が所在している。1928年12月5日、アメリカ陸軍の新しい飛行場建設地として、ボージャーシティ近郊の未開拓地が選定され、1931年から建設工事が始まった。 1932年11月7日には P-12 よび P-26 追撃機を運用する第20追撃航空軍が到着し、1933年2月2日に飛行場はバークスデールフィールドとして公式に開設された。1930年代半ばになると A-12 よび A-17 攻撃機を運用する 第3攻撃航空団が配備され、追加の兵舎も建設された。1940年11月に、アメリカ陸軍航空隊飛行学校が開設され、B-17 や B-24、B-25、B-26 爆撃機などの乗員要請が行われ、第二次世界大戦中には自由フランス空軍や中華民国空軍の乗員訓練を受け持っていた。 第二次世界大戦後、アメリカ陸軍からアメリカ空軍が独立し、1948年1月13日に、バークスデールフィールドは、バークスデール空軍基地へ解消された。1949年11月1日には、戦略航空軍団の司令部が置かれ、第2空軍が配置された。同年11月7日に、B、B-29 戦略爆撃機を運用する。 第301爆撃航空団が、カンザス州スモーキー飛空軍基地から移駐、1951年10月10日には、B-47 戦略爆撃機を運用する、第376爆撃航空団が、カンザス州、フォーブス空軍基地から移駐した。第376爆撃航空団は1957年12月1日。 第301爆撃航空団は1958年4月15日に、オハイオ州、ロックボーン空軍基地へそれぞれ移駐し、バークスデール空軍基地には B-52F 戦略爆撃機と、KC-135A 空中給油機を運用する第4238戦略航空団が配備された。 なお、第4238戦闘航空団は1963年4月1日に第2爆撃航空団へ改編された。1975年1月1日に第2空軍が廃止されると、バークスレール空軍基地には第8空軍が配置された。1992年4月には、 バークスデール空軍基地内に所在する265棟の建物がアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、シュリーブポートゲートからフライトライン、ボージャーゲートからホーボンホールまでの区域がバークスデール歴史地区を構成している。ありがとうございます。